どうも、箕輪浩介です。幻冬舎モバイル月刊健常トールが、今回も始まります。で、お知らせなんですけど、10月18日いよいよ健常トールコース入っていただいている方限定で健常さんのオフ会があります。多分ですね、感触としては50人ぐらいの感じなので、ちゃんとみんな話せると思います。で、健常さんがこういう食事会に来るっていうのは基本的にほぼないし、あってもなんかゲーテのすごいクローズドの会なので、めちゃめちゃ貴重な機会だと思います。で、今回ですね、すごい高級レストランでやるのでお金も当然かかるのですが、 X モバイルさんがなんと1回目は負担してくれるということで、無料で健常さんと会えると。これね、入らなかったら頭がおかしいです。ほんとそうで、755とかで健常さんすごいとかって言ってて、これ入ってなかったら嘘ってことになりますからね。事実上行動ですから、人間。よろしくお願いします。ということで、月刊健常通るみたいなトークを1時間ぐらい僕と健常さんでやって、普段表に出せないような話も含め楽しくお酒飲みながらやるので、ぜひ、入ってください。ということで、これから月刊健常通る始まります。前編は幻冬舎モバイル健常通るコースと普通のコース、法人プラン会員の方は皆さん見れるので、後編楽しみな方は見てください。ということで、ありがとうございました。人は自分が期待するほど自分を見ていてはくれないが、がっかりするほど見ていなくはないっていうことを俺は言ってたんだね。もうすでにそのことはもうあったんですね。10万部作れないやつはいつまでたっても作れないんですよ。だから1回地獄の苦しみで10万部を作ったら10万部何冊でも作れるんですよ。無理を超えて初めて仕事じゃない。無理は通してこそ、突破してこそ意味があるわけでしょ。俺は極端こそ我が命言ってて、極端の中にしか成功はないってずっと思ってるし、実践してきたつもりだし、俺のまあ確信の中にあるのが極端こそ我が命っていうことなのね。はい、はい、始まりました、月刊健常トール、今回のゲストは、はい、幻冬舎の舘野さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ついに大物がなんか若いよね、ずっとね。そうですか、うん、もうだいぶ肩が来てます。そう、もう会社に全てを捧げて生きてきましたから。いや、そうですかうん、それでいよいよ舘野が登場ということなんだけど、舘野は、ですね、僕が月刊角川の編集長の時、彼は、ブルーマガジンハウスのブルータスでバイトしてたんですよ。あの時お前学生、まだ学生です。学生でバイトしてたんですよ。で、ブルータスの最も活躍していた編集者が小黒和美なんだ、はい、で、当時俺は小黒和美とものすごく仲良くて、今も仲いいんだけど、会うことがなくなっちゃったんだけど、当時は、当時って何年前だよ、40年前、40年ぐらい前だよな。そうですね、40年前は小黒と毎日のように会ってたんですよ。俺あの作家と会食したりしながら、よくあれだけ小黒と会ってたなと思うんだけど、その後多分小黒と会食の後飲んだりしてたんだと思うんですよね。で、その小黒の手下が舘野だった。へえ。それで舘野、確かにブルータス出身って言われるとそんな感じありますね。そんな感じ。幻冬舎のキラキラ担当みたいな。幻冬舎のなんかメジャー&キラキラしてる部分をやってるっていうイメージがありますよ、ね。なんかさ、バリバリ仕事してる感じがあってさ、こいついいなと思っていて、で、なんとか小黒に話して、で、こっちにあのもらおうかなと思って、すごいこと思いますね。思ってたんで。そしたらば、まあ、大学卒業して就職ってことになったわけですよ。で、結局彼が選んだ道はザ・テレビジョンっていうのは当時角川から出してたんだけど別会社だったんですよ、ザ・テレビジョンが。そうだよな。そうです。で、あれ、俺なんで俺お前に怒鳴ったんだっけ。忘れてるんですかその後小黒さんに何か物を頼む時があって、うん、それをお前水臭いじゃないかって言って、あの俺に何で言わないんだって、また別件ですけど。何を頼む物は分かったって、林真理子だろ。林真理子さん。林真理子のな何あのいわゆるテレビ表みたいなものを、テレビザ・テレビジョンに入社した、はい、それで
林真理子を登場させたかった君は、はい、書いてもらいたかった、その時に誰に頼んだの？その時に大黒さんとか健さんいなかったから、俺に頼まないで大黒とか誰かに頼んだの、はい、したら俺としては林真理子に頼むのに、俺を置いて他にないだろうという自負があったんだよね、きっとね。でお前はもう俺の軍団だっていうようなことを言ってもらって、勝手に言った、それでいやいや全然そのつもりなんですけど、いなくて間に合わなかったので、というふうなことを言ったんですけど、そしたらもう健さんすごいずっと怒鳴ってて、だからこう家でちょっと受話器ちょっと外してでもお言葉なんですけど、本当に申し訳ありませんけどというなんかお話ししたのは覚えてます。だけどそれで俺すぐやったんだろう。いやもう電光石火のごとく林さんに時間取ってもらって、でカメラマンと一緒に林さんのマンションに、原宿の当時のマンションに行ったら、中から声が聞こえて、にゃーとかうーとかって猫とあやしてる、でよくよく聞いてみたら健二さんの声 で、部屋に入ったら僕らカメラマンより先に入って、もう場を鳴らしてくれるっていうか、現場が入る前に俺が前に入って現場を鳴らしてんだ、でなんでにゃーっていうの、健二さんに猫と一緒に、じゃれてて、じゃれ、あそうなんだ、はい、あそう、いやもう感動しましたもんね。ああ、そう、うん、そうだっけ。はい、だ常に怒鳴られてましたけど、感動はしてました。変わってないですね。いや、変わってないです。その構図がね。今日も、昨日もありそうな話ですよ、ね。そう。でね、で、ザ・テレビジョンじゃなくて、角川本体に立てるの持ってこなくちゃダメだと思っていて、角川に入るのも結構難しかったんですよ。はい、当時出版社に入るって結構難しいんですよ、40年前ですから、で一旦テレビジョンに入って俺が編集長の月刊角川編集部に、だから角川本体の社員として入れるっていう結構大変な技をやって、彼は角川書店に、ザ・テレビジョンっていう子会社から角川書店に入って、俺のやっと部下になったんです。長かったね。2年半ぐらいから。あ、入ってからですか。うん、いやもっと経ってます。4年ぐらい経った。いや、あ、ザ・テレビジョンでそれですげえ活躍したのよ。うん、何をやってたんですか。表紙とか特集みたいな。レモンですかね。レモン、あれレモンちょっと買ってたし。レモン買ってやって、で健二さんに本社で会うとかなど、なんかお前評判いいなとか言って、そのままやれって、それでとにかく人はお前が思うほどあれ見てないけどっていうのをもうすでにその時に言う、あの憂鬱でなければ仕事じゃないの第2弾で、藤田との本で、はい、人は自分が期待するほど自分を見ていてはくれないが、がっかりするほど見ていなくはないっていうことを俺は言ってたんだよね。もうすでにそのことはもうあったんですね、その言葉が、その言葉あって、それを藤田との第2弾の本のタイトルにしたんだけど、はい、ところがだな、活躍しすぎちゃってね、そのザ・テレビジョンっていう会社の、彼の上司がやきもち焼くんですよ。そりゃそうですよ、ね、それで彼を外そうとするわけです。そっちの、そうそうそう、その嫉妬されたってことですね。もうそれははっきり言われた。俺はお前に嫉妬してるぞ。いや、編集者ネジかなんかでいいから、その目立つな、ネジで言ってる歯車でいいっていう、歯車の、はい、黒幕でいろと、嗣彦さんみたいな人がそっちにもいたんですね。いや、黒幕でいろじゃなくて、まあとにかく目障りだってことを言われて、まさに言われて、もうお前は、こういう仕事をしなくていいと。すごく特集とかで一番ザ・テレビジョンの重要な仕事になってたんですよ。それを外されたんですよ。嫌な人でした。嫌な人だって今でも嫌外されたんですよ。それで俺はもう ここで角川本体で月刊角川編集部に持ってこないとっていうんで、バーッと俺が動いてで持ってきたんですよ。だから怒鳴った部分は俺はちゃんとやってますよ。そうです、ね、うん、でただ月刊角川に来て2年ぐらい、1年か1年ってぐらいですね。1年ぐらいでもう、俺が辞めることになったので、角川春樹、コカイン密輸疑惑事件が起きて、で俺はもう辞めようと、
角川春樹さんは捕まっちゃったし、で辞任するわけだし、で俺ももう辞めようと言うんで幻冬舎を作るってことになって、それに舘野はついてきてくれたわけ。だ石原もついてきてくれたし、舘野もついてきてくれたし、児玉っていうのもついてきてくれたし、まあ6人で始めたんだけど、だからそのうちの1人ですよ。それはなんでついていこうと思ったんですか？いやもう客観的に見て健太さんと一緒に行った方が全然楽しそうだったっていうのと、やっぱりそれまでに健太さんってすごいお世話になったので、もう何としても返す。そんなにお世話してないような気がするけど、ものすごい便利に使っただけっていうそのじゃあ角川時代は、うん、そのめっちゃ近い感じでもなかったんですか？いやいや近い、近いよもちろん。いやすごい、俺の手帳にかけてる部下だから。へえ、じゃあ行きますよね。そうだね。いやでも来てくれるかどうか不安だったけどね。それって声をまあまあ俺が辞めるぞって言った時に二十何人が一緒に連れてってくださいって来たわけよ、うんはいはい、だけど会社作っても二十何人引き取れないじゃん。最初無理っすよ。そうで俺一人だったらなんかどこの出版社でも決まったのよ、うん、うん、と結構勧誘があって。そうっすよ。でも二十何人が言ってきちゃったから自分で会社作るしかなくなったの。でもまあ俺は除いて5人か6人ぐらいしか最初は入れられないなと思ってたんですよ。だから、俺を含めて6人で始めようと、うんうんうん、だから20何人来たかった人も、こっちから断った人もいれば欲しいなと思ってたけど、向こうからまあ家のローンが始めちゃったんでとか子供が今度生まれるんでって、うん、そりゃそうだよね、どうなるか分かんない無名の会社に来るって言うんだから結構勇気がいったと思うんだ。行きますよね。せっかく角川の社員でいるのに、うん、でそれは思わずあんまり思わなかった。僕は全然一切思わなかったんですけど、まあ、周りのその辞めちゃった残ってた連中も昼間なんかこういろいろそんな話してやるしかないって、うん、もう意を決しても話をしてたけど、土壇場になってやっぱり今健二さんがおっしゃったように辞めていって、もう中には最後の打ち合わせ出演の時号泣して飛び出していった人もいたじゃないですか、うん、あそこで人生が本当に変わったっていう。そうだよね、その瞬間こっちが断った人もいれば来るって言ってて号泣して飛び出して やっぱり僕はいけませんっつって打ち合わせをしている部屋を飛び出したり、まあ、人生模様がいろいろあったわけですよ。であそこで来た人と残った人でまあ人生の彩りがだいぶ変わったよ、うん、でも来た方が正解だったね。大正解でした、ね、もう本当に凄まじい日々だったけど、うん、そうですよね、まあ楽しかったですよ。楽しかった。舘野さんの幻冬舎入ってからもうそのいわゆるタレントさんとか、はい、もうトップの芸能人とかこう雑誌とかに強いのはもうブルータスの時から始まってて、テレビジョンでさらに強めて角川で強めてっていうもう系譜がずっとあったってことです。まあ、ブルータスの時はそんなただ学生バイトだけど人物インタビューとか行かされてやらせてもらってたけど、うんうんうん、その時はそんなに広い名刺持ってるわけじゃなかったから、やっぱりテレビジョン入ってとにかく売るっていうことをやっぱりそれはそれで叩き込まれて、うん、で100万部ぐらい売れてたもんな。毎週実売98万部で、すごいっすね。で毎週だよ、信じられないっすよ。今テレビのそのあれ何表テレビ表を見てタレントのインタビューが載ってて100万部売れるってすごかった。本当にすごくないですか？すごかったもう確かに買ってましたもん。マンコ広告ももうページがないから入らないぐらい、もう入れた、ね、お断りして。テレビジョンの広告部なんてただ接待受けるためですよ。だけだったはず。すごいんですよ。だからそれ全部角川つぐひこさんの力なの。すごい。角川つぐひこさんがザ・テレビジョンを作るって決めたんだ。ですね、まあそういうことで鍛えられてるから、うん、まあ芸能人とかにも強いパイプがあった、うん、そういうイメージがすごくあります、うん、それで幻冬舎へ、来て彼がまあビッグヒットを最初に出したのが、唐沢寿明の2人なんですよ。2人ある。これです、これです。
人、うん、でこれ経緯を説明してよ。これね、幻冬舎の最初のミリオンセラーは 2つあるんです。ほぼ同時にミリオンセラーになったんです。どっちかどっちって言えないですけど、この2人と石原慎太郎の弟なんですよ、はい。でこのミリオンセラー2人を何か言ってください、はい。あの当時はとにかくもうなんとかあの本を作んなきゃいけない、でもコネクションもないし名前も分かってもらえないしっていうところで、もう七転八倒してもういろんなこと考え抜いて、あのちょっとそれちゃうんですけど、そのそれてくれよ、はい、だから、うん、ドラマのノベライゼーション、あの野島伸司さんとかのドラマがすごく、うん、あのヒットしていて、うん、でふっと思ってこれなんとかできないかな、うん、でもうまさに文芸だから、うん、文芸として出すってことで、うん、あの想定をあのハードカバーにして、うん、それで野島さんのところに通いに通って、うん、でもうあのいろんなとこが競合したんじゃないといただきまして、で未成年とか聖者の行進とかで今回調べてみたんですけど、やっぱり人間失格も21万部売れてるんですよ。そうなんですよ。だからね、今はテレビをノベラリゼテレビのドラマをノベラリゼーションしてもそんなに売れないじゃないか、うん、だからすごいね、30年前に幻冬舎ができた時はこういうふうに人間失格って、これ人間失格は TBS か TBS です、をノベラリゼーション小説化したわけだよね。21万部も売れるのよ。僕買ってましたもん、いろんなテレビドラマのノベライズ。あ、うん、そうなんだよね、うん、その あとは例えば料理の鉄人も流行ってたんで、でも鉄人をみんな本にしたいけどできなかった、あのお金かかるから。でも簡単なことでその人たちのお店の紹介するから作ってくださいってお金かけないでやったら、それがこれもすごい売れてた。作ってくださいって料理を作ってください、あ、はい、料理を作ってだから料理の鉄人が視聴率が素晴らしかったのよ。でそれを立てのが、うん、とそのいわゆる制作会社、松尾だよね、死んじゃ亡くなっちゃったけど、松尾、なんていう制作会社、テレワーク日本テレワーク、はい、それと富士の編成、フジテレビの編成とそれからフジテレビの制作と話をして、で料理の鉄人の、まあ、番組のを本にするわけですよ、うん、でこれがねめちゃくちゃ売れて、俺よく覚えてるんだね、年末だったんだよ多分出たのが、はい、で年末に紀伊国屋に冬休みになって、会社がもう休みになって年末にあの新宿の紀伊国屋に毎日見に行ってバンバン売れてるの見て嬉しかったよ。これいくつぐらいいった？赤と上下間で30万近く、うん、どういう作りにしたんですか？あのいわゆるレシピ集だから実際それを作ります、うん、あの見るだけで楽しい、見るだけで美味しそう、だけど作ることもできるしっていう、これはあの不走者の社長の三井さん呼び出されて怒られて、うんうん、これはうちではやんなきゃいけない仕事だって。そうそう、不走者ってフジテレビの子会社だから、はい、怒りますよね、うん、何持ってかれてんだって話ですよね。でも三井さんの社長室呼ばれて、うん、謝ってあのでも後半も出させてくださいとかやったんですけど、うん、いやだからすごい困ったのは不走者なんだよ。幻冬舎で出てフジテレビのヒット番組が幻冬舎で出て、すごく売れちゃってるから、うん、確かになんかそうっすよね。本当にもうつてもないしどうしようもないって方法がないって時に考えるからできるんですよね。そうだね。だからこれもどうやったの？これはやっぱり小山君堂さんが入ってたから、うん、前にあのテレビ雑誌で知ってたから、それで紹介してもらって突破していって、それであの一つ一つあれしましたけど、だけど お金袖の下出せというようなシェフもいたし、うん、誰ですか？これ言えないだろ。結構えぐい感じでした。でも健丈さんに相談するといつももう即答で、そんなのもう払っときゃいいよ。かっこいい。さすが千葉前も乗り越えた。相当な額だと僕は思ったんですけど、でもそれで結局信頼も広がったし。良かったです。あ、そしたら渡した人もいるんだ。渡した人もいる。本当、ね、俺それ初めて知った。いや、忘れちゃったんですよ。あ、言いました。その時言った、はい、俺なんか言った、まあ、いいんじゃないの、払っとけばいいって言ったんですよね、うん、もう そういうこともあるよみたいな。
あだから そのぐらいタフじゃないか、本なんか出せない、うん、いやでもそうっすよね、だって当時番組もすごいし、その方がどなたか分かんないけど大スターでしたもんね。大スター、そう分かんない分かんないでもね、そういうもんだと思うんです。俺は自分が成功形がイメージできたらね、うん、分かりますね。でいくつかの壁がある、その一つの壁を突破するのに、うん、とお金を裏でちゃんと握らせれば、うん、と突破できるんだったら俺それは握らせていいと思うんだよ。僕も思います。最後の利益でこっちが儲かれば、うん、そうその犯罪を犯してない限り、まさに、そうそうまさに犯罪は犯してないですよ、うん、全然犯してない、うん、むしろね、向こう今後いろんなことを頼みやすくなりますよね、うん、近くなるからね、うん、それでそういい話、そういう話いいっすね。今の出版界なさそうじゃないですか。とにかく何か探さなきゃいけないっていうことで、燃えの朱雀の川瀬直美さんとか、燃えの朱雀って映画があって、これがカンヌ映画祭、カンヌの新人賞を最年少で取ったんです。監督賞をね、監督賞、うん、で川瀬さんと仲良くなって、川瀬直美ね、川瀬直美さんと、うん、それでカンヌで賞を取る前に台本見たら素晴らしかったんで、だからもうすぐ小説やりましょうって小説書いてもらったりとか、うん、あとクラッシュって太田哲也さんのフェラーリ使いの、うん、すごい話、クラッシュって太田哲也がレースで、はい、大事故を起こして、うん、で顔がもうほとんどなくなっちゃうんですよ。そこからの再生していく戦いの物語なんだけど、はい、これもお前だったよね。そうです。これも映画になったり、映画になったりして売れたのよ。でもね、料理の鉄人がもう本当に完全レシピ集っていうの上下なんだけど、本当に売れたね。あ、うん、でもさ、そういう話をしながら、はい、どうぞ。まさにその中にあったのが、で二人に行かなきゃダメなんだ、はい、だってミリオンセラーだからこれ、はい、うん、お話しようと思ったんです、するんですけど、うん、これはいいの、もう4月から、まあ、はい、大丈夫です、はい、ただもうこれを太田さんが筆談にしますかどうしますかとかいろいろやったんですけど、うん、とにかく書かなきゃダメだって言って、それでもう自分でこれから食べていかれるように太田さん頑張りましょうと、僕は付き合いますからみたいなことを言ったんですよ。それで感動してくれて、ずっと二人三脚でやったんですけど、でそれはもう完全に賢者さんの教えでした。もうとにかく10年先もプロデュースしようみたいな、うん、そんなこと言ったの、おっしゃってました。10年先もプロデュースしろ、はい、この太田哲也を、太田さんだけではなくて、ああ人を関わる人に関しては、そうなんです。だから10年先もプロデュースしろというのは10年後も見据えて付き合いみたいなことですか。今だけではなくて、うん、その作家、そのクリエイターが10年先どうなっていても一緒に仕事ができているような、うん、だからご自分で書くことを選んで、今でも講演会とかにずっとやってらっしゃいますけど、太田哲也ね、これすごいいい男なのよ、ハンサムなのよ。でもう職務され将来を職務された、うん、何ドライバーっていうドライバーです、レーサーなんだけど、大事故で本当に顔がもう全くなくなっちゃう。それを再生していく物語なんだよ。クラッシュ、絶望を希望に変える時っていう本なの。これも結構売れたよ。これも売れましたよ、上下、うん、第2弾も出したんですけど、うん、火曜になんかもう必死になって何か探してたんで、うんうん、どこどこ文芸だけとかノンフィクションだけとかってことではなかったんですけど、うん、その中に唐沢俊明さんがいて、うん、で唐沢さんにテレビ雑誌やってる時に、うん、ずっとお付き合いがあったから、うん、連絡して会いに行ったんですよ、うん、でそれが西遊記かなんかやってる時 で西遊記で何やってたの。で坂井正明の西遊記、坂井さんのじゃないですよ、うん、とにかく孫悟空の格好してたんです、うん、だけど膝が出ちゃうって衣装がもう大変だから膝が出ちゃって痛むから、休憩の時もこう立って休んでたんです、うん、でその横に僕行って、うん、カラちゃんカラちゃんって呼んでたんですけど、うん、カラちゃんさ、もう悪いんだけど会社辞めたんだ、うん、で本作ってくれ、作らせてくれっていうことを正直、まあ新しい幻冬舎って会社に参画したんだよと、はい、うん、そしたら2つ返事で、うん、立野さんだけは、うん、これは唐沢さんが言ったんで自慢です。いや、いいよ、自慢してくれよ。立野さんだけは何も変わらなかったと、売れない時も優しかったし、売れてからも変わらなかったし、うん、だからいいよって2つ返事用意して、うん、売ってくれて、うん、それから
唐沢さんの場合はインタビューでしたけど、始まってとにかく何でも喋る、ほどなくしてその本がいよいよまとまっていく時に、うん、山口智子さんが宅配便の人に襲われて、でもその時は結婚してるの世間は知ってたでしょ。いや知らないです。あ、じゃあですね、これ僕が言います、その極秘裏に結婚してたの、違うよ、結婚も間近で二人の部屋に行き来したりしてる時で、ああ結婚間近でまだ結婚してなかった、してなかったです。ああそうか、はい、それで、それで山口さんのところでご飯食べてる時に、うん、あの暴漢が入ってきて、でそれが唐沢寿明が山口さんのところでご飯食べてる時に暴漢が入ってきた、はいはい、でそれを唐沢さんが撃退して、で警察沙汰になったので二人が付き合ってるっていうことが分かったんだ。あ、そういうニュースです。そのことを書いてあったんだっけ。あのそうです、あの山口智子がどれほど大事かってことは書いてある。あ、そうそう、はい、だから山口智子のことをだからもう入れちゃうことになったんだ、はい、うん、で時間かけて、うん、あの発売を延ばしてとにかく徹底的に原稿を直せって検査が、だから1年ぐらいを直して、それで、いよいよ出すってことになって出し始めたんですけど、スルルスルルと上がってたけど、なかなかその さらに展開しなきゃいけないから、うん、だからプロモーションをやんなきゃダメだって検査が言って、まあ、最初から爆発したわけじゃないですね、売れ行きが、30万40万は いい感じでいったんだけど、なんかしなきゃいけないってなって、うん、そっからはもう地獄の苦しみで、うん、だからね、こういうことなんですよ、この2人っていうののタイトルはね、うん、全部立野がやったんですよ。でも なんで2人っていうタイトルにしたかっていうと、唐沢寿明っていう芸名と、うん、それから唐沢清っていう本名、うん、この2人なんですよ。で、この2人がどうなっていくかっていうストーリーでもあるんですよ。そうです。でもう一個のストーリーは、唐沢寿明と山口智子の2人なんですよ、うん、それも描かれているわけだから、2人ってタイトルはぴったりなんですよ、うん、2人ってタイトルは誰が決めたんだっけ。もちろん僕が、君が決めたんだ、はい、その2人なんですよ、うん、いいですね。だからもう最初から売れることは約束されてたんですよ、うん、で出ました、で30万部ぐらいまで行きました。で俺はいつもヒットは地獄の始まりって言ってるわけだ、うん、ね、ヒットも出さ、ヒット出さなければのうのうと生きてられるのよ、うん、編集者、うん、でもヒットを出しちゃったらばいろんな要求が、うん、まあ俺が立てるにするわけじゃない、うん、これ、うん、どこどこでプロモーションしろ、どのテレビ番組で決めろ、うんうん、どの雑誌に特集組んでもらえと、もういろんな俺が要求をするわけですよ、うん、だから立野としてはえってここまでヒットを出したのにいやそうです、ね、なんで俺がこんなに苦しい目に遭わなきゃいけないのって。だから俺はいつもヒットは地獄の始まりだと、だけどその地獄を味わわなかったら何にもやってることになんないんだっていうことをいつも言ってんだけど、うん、で地獄だったんだろ。地獄だったんです、本当に。で、ニュースステーションのインタビューだったらいいだろうということ、それを取ってもやってくれないって、それおかしい、あのそんなこと、そういう約束まで入ってなかったっておっしゃって、ああだから唐沢寿明が著者として、例えばどこどこの番組でインタビューが欲しいと、インタビューに応じてくれというふうに言うと、それは約束に入ってないって、そこら辺から少しずつ齟齬が生じてくるのよ、うんうん、著者である唐沢寿明と、まあ、ありますよね。そうなんですよ、これはきつかったな。それは本当にきつくて、めちゃめちゃありますよね。で金城さんと著者の間に挟まる例のやつですよね、はい、でも立野さん変わったとか言われてだけどあの読売新聞の社会面であのインタビューをしてくれるって話があって、それはサブテキストに出てくる。教科書のサブテキストに、この文章が使われたの、2人の。で、だったらお前、うんうん、読売新聞か朝日新聞でこれを取り上げてもらったらいいんじゃないの、うん、って。で、またもう地獄の苦しみで、で、決まったのよ。あの読売新聞、はい、それは多分俺が決めたんだと。そうです。俺が決めて、読売新聞の社会面で、うん、取り上げられることになってる。でそれでバーンとまた行った。そっからまたバーンと行ったら。だけど唐沢さんには関係ないことだから、
それは俺はインタビューとかできないみたいな話になって、いや、カラちゃんこれもう社会的責任もちょっと出てきてるからさみたいなことを、うん、コーナーいろいろやったんですけど、うん、ダメで、うん、もうなんか商業主義に走ってんなとか思われて、そういうことだよ、わかりますね、だからすごいなって思います、うん、僕は